じゃあもうこれ最後の対戦で、うん、このこれ勝ったらもう1億ポイントくれんの？よくあれっす。あのいつもさペア対戦してんじゃんこれ、うん、2つでできんのよ。1人が6体操る、あの頭の痛い戦い、要はバファリンでこれで要は1名自分でチーム組んで、1つは自分のお任せチームからなんで、1つは自分でチーム組む。でこの場合2回使えるインチキ攻撃、はい、でこれトーカさんがアンラちゃん、アンちゃんが塩でどっちでもいいけど、まあおすすめチーム、うん、で右上だから片方の相方は自由に組んでいい。はあ、うん、マイコマイリンマイコマイリンじゃな。だから要はこの一人の NPC みたいなやつをどう使うかもう任せるわ。ただレジェンドチームを選んでしまうとあのスペシャルカードは使えなくなる。その代わり、うん、まずはヨッピーチーム、お気に入りチームから、うん、まずは、うん、この一ピーチーム大事だよ多分。1P チームが引っ張っていかないとダメだね。うん、でも勝ちに来てるよ。おちょっと待って、勝ちに来てもらってるよ君。何、はい、何急に勝ちに来たの。あれも実や。そうだよあれもやば、勝ちに来たこいつ。これは強いぞ、ニコラ強いぞ。で、このままもう一回入るんだけど、うん、これはもう自分から選んでいいよ、うん、チームないからだって。で、あとは自由に組んで、レジェンドもいいし、魔物で3体であればいいし、これはもうチームビルド力よ。あ、並び替えていいよ、わかんないと思うから。ああ。系統順が、あのタイプ種類が一番分かりやすいと思う。で、この場合2回インチキが使えるから、これが大事。どこで攻撃とか回復とかして、それとも攻撃2回やるのか。おっ、スラリンガル、強キャラ出すか。よかった。そうなんか、ガチ強キャラだぞお前これはガチ強キャラだね。やばいね、ガチ強キャラ。これは1億ポイントを取りに来たこいつ。こんなふざけてるけど一応見つめ合うなお前らは。お気に入りチームから、インチキとね。ああ、あと流し黒。そうやな、この収録終わったらな。流し黒。あ、上の方が。お、同じ、あれ同じチームだけど同じミラーが。あれ？あ、あれ同じようなあれじゃね。お、俺いや同じような目に合わせてやろうかと。でも相方次第だよ。この相方大事だよ。相方の見えないよ。ただね、ヨッピーの相方かなり強いよ。相方なめんなよ。かなり強キャラになってるから。こっちも強キャラでいけ。いいんじゃない？いいんじゃないよ。魔王を使うとでもその分インチキは1回使えないよ。うん。それはあるよ。お、もっと。お、お、お、お。おお。はい、強キャラ最強。はい。強キャラを超えて最強。こいつは使えってさ言ってくれんでさ。毎回あれさ、おおみんなで激闘で毎回出てくるこれみんなで激闘したらね、毎回こいつ出てくるからねこいつがさ使ってくれって言うじゃん。ほらもう一気に1位増えるだ6753 でもお互い強キャラはいるからね、差はないやほとんど。こっちじゃ、いやあんま差はない。じゃあね、イスラリンガル合体モンスター、あ HP でも一緒だよさあ大事だぞこれ。ヨッピーチームのサインガルは3体で1体だから、うん、でかい。この悪夢だね。で、切り裂きピールはデインだと安定して雷攻撃できる。頑張れよさあ、ゴッドさんチームのこのメダバリダンスが効いていくね。頑張れよ、頑張れよ。いいいい、でもこれで相手を止めるのはでかい。頑張れよ。さあ甘い、今日どっちに行くか。スラニンガル行っちゃうと寝ないぞ。寝ない、それは寝ない。合体モンスター寝ないさ。さあこれがね、この2体がねスピードでいかない。うんうん、でもダメージが170くらいしか出てないね。で、なんていうかなこれが強いんだよこれがな。おお、寝るんじゃねえかこれあんまり効いていない。
マイコの攻撃なんていうかな、単純なことなんだけどさ、例えば今 A 技効かないじゃん、次は B 技っていうのがいいんじゃないかな、普通の戦法やけど、さっきの切り裂きゲームも武道も効き目が薄いから次は B 技でいこうっていうのはあるかもしれない。で効いた方を使っていく、基本っちゃ基本やけど。でもさっき待って、ガルムさえ強くね、ガルムさえ500ぐらい出てるけど、一発めちゃくちゃ出てたけど、やばいな。いや、お互い強キャラはいるからね。おっ、おっとーいや、これがあるから分かんない。これも効かないんだよな、あんまりな、危ないかな。天気は相手が硬いからね、今回。いや、全然だな、やばいな。デインの方が出るんじゃないかな、これが。同じ動けない。さあ、ラスト2コーナーが残った。こいつ強いからな。そう、この主人公を状態中で止めたりするとでかい、確かに。カズトさあ、2段目、B 高く、うん、で、お互い技の効き確かめて、効きがいい方を選んでった方がいいよ。どっちが強いか分からん場合は。うん、次は早いね。さあ、さあ効いた、300の強く弱点取ってる。まあ自分今言っちゃったのはね、弱点取れる相手がいたからなんだけどね。これ弱点博士言ってくれるもん、うん、だから弱点取れるから言った。はい、ここで眠らせれば、さあ頑張れ俺の夢。おっと、俺の夢、おおおおおおすげえ、おっと動けなくなってしまった。おっと、さらにさあ追い打ちのね、この火炎寺もメラゾもこの賢さ200が離れてるわね。切るじゃん、これ結構効くんじゃないか。うわ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 、効き目が強すぎる。一気にさらにね、追い打ちの目玉にダンス。おー、いい主人公も止まった。これいけるって、ヨッピチーム動いてないんじゃない、誰一人。マイコマイコ、これスペシャルカードが大事だよ。ヨッピー2回使えるから、これはもうヨッピーが何かしら使った方がいい、絶対。あ、結構効くな、じゃ買うなこいつ、結構効くな。いや、追い打ち何か使った方がいい、スペシャルカード。モンスターボール投げてないでさ、モンスターボール投げてんじゃねえよ君が。スーパーボール、いや、いいんだよそんなの。目つぶって、さあスペシャルカード大事だこれ。なんかみんな行くな、みんな行くな、なんか飛んでくるな。みんな戸惑いながら攻撃する。おおお、なんやなんやこれは。さあダメだ、さあこれわかんねえな、どっちがどうくる。おっと、お一回しか使えない、お母さん一回しか使えないよ、攻撃系グランドメダル。来てますか、来てません、来てません。あ、まあでもこんなもんか、まあ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 。よくまだ使ってないね、あ、そっか、いいお母さんなんだ。それ使う前に、使う前に知るんじゃないかこれ。いいお母さん、まあでもだいぶ悪夢より効いとるからね。どうだこれ、物が溜まったは早い、うん、早いね。あー、うおー、このキノコがさあ、この夢、あーもう止まるね、て成功率高いね、そんな効くんだな。眠ってる、動けない、さあまあまあまあこのターンは選べないとは言えない、選んでくれる、多分大体的確になってくれる。ほら頭がいいんだよな、優秀やわ。そう、本当に強キャラだから、最強キャラだから、それはしょうがない。しゃくれって最強キャラと言ってるゆえんはいろいろあるけど、こういうことだよね。さあ、いった。いや、でもなんとかしたいね、よっぴちもなんとか返したいけどね。おーおー、返せるそうだな、なんか。おー、でも完璧になってくれたな。うわー、やばい、次のターンで終わんじゃない、来い、次のターンで終わんじゃねえかな。いいよ、次のターンこれ攻めたら勝てんじゃない、トーカさんチームって。しかもたまんねん、そう、呪文攻撃とかいろいろあるから、こいつだってやつ、そう、こいつをなんとかしないといけないけど、これダメージ的にはもう勝ってんだよ、北朝鮮が見たいとこだ。さあどうする。ここはもう能力で、能力を押し切る。お、でもこのターンで決められなかったらやばいよ逆に、うん、
さすがに使わないとこれもう負けだからね。さあ何使う？攻撃系でございます。2回攻撃したの。何？あの 50% ごめん言い忘れたね。 50% だ、はい、動く可能性は。安心しろ。何？いやこれ俺の方が溜まるやろ。これ溜まったら勝ちだよ、もちろん。どんなことがあろうと、何があろうと勝ちになる。溜まったらもう止めつつ、なんということに、どんな効くかな。これいけるんちゃうの。そこさんってさ、なんでそんな運いいんだろう。ここここ、いやすごいわ、正直俺が作ってもそんなのもん。さらにここで、いや起こすって、あーっとこれでスライムが出たら面白いけど、ダメージ与えれるから。ダメージ溜まるか、溜まるか、ギリ溜まりそうだこのターンに。抜け、あー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 、なんだこれは。さらにやばいぞこれ、終わるぞ。溜まるかこれ、本当に終わるんじゃねえ。いけるやろ、次スペシャル来てもいけんねん。溜まりきった攻撃はスペシャルより早い。でももう何があろうか勝ちないそれ。これは無理かな。たまらんもん絶対このターンで。ヨッピーの勝ち筋が削り切る、このターンに、うん、このターンに削り切るっていう勝ち筋しかないの。あ、なさそうってことかな。わっとでも動いた後だって、ショーマルはなんかスラリンガルと、スラリンガルと主人公で削り切れば勝てる。あ、でもたまるこのターン、たまいいか、溜まってない、溜まってはないね、これマジか。うん、これ音が出るもん、溜まった時は。溜まってない、ギリ耐えた、多分これがこいつやろ、こいつ。これ、ユッピのスペシャルカード次第では勝てるんじゃないかな。そうやね、打ち込みすぎやろ。2回目これやめえな。ガルミサイル、おーさあ、溜まってんのあれ。溜まってない、溜まってはないね、溜まってない、溜まってはない、溜まってない、溜まってはない。もうね、勝ち、振ったら勝ち、振らへんか、何でもいいよ、何選んでもいいよ、何で倒したいもんでいいよ、レジェンド選んで魔王召喚してもいいし。楽しい時間やね、楽しい時間。アイドルナイツ、セーフ左、一番左、ダメだ。A 押して、振って、バンって、縦に。あれ、何番、あ、なったなった。あ、終わった。これで決めたいな、俺は。あ、もうこれ絶対勝ちだよ、ちなみに。的能力が。でも、パッと見ね、個人的に、よくチームいけると思った。ここはダメ。状態上めっちゃ効いたね、確かに。来年、ゴーダン客うおーはい、アイグライだけあったれうおーやばこんだけスカシやすいと気持ちいいやろ。いや、すごかった。あれね、まるでね、e スポーツの決勝戦見てるだったみたいだったわ。言いすぎ。そんな運やな。いや、ほんとによう聞いたな、状態上。そんな聞くがいいんや、うん、日頃の行いや。なるほどね。何それ。じゃあヨッピーは日頃の会が悪いということで、こんなん分かしろもん。そうやな。ういまたアプリつけとる、こり変な。